赤壁での戦いは勝利に終わったものの、その戦果は乱世を終わらせるには至らず、結果として天下は曹操、孫権、そして劉備の3人の英雄が割拠するという三国鼎立の時代を迎えることとなった。この頃魏では曹操が天帝に禅譲を求めるという噂が世を騒がせていた。しかし曹操はそれを一生に付すかのごとく魏王に就任。益州から攻めくる劉備を迎撃すべく定軍山へと軍を進めた。秦はそなたが請求に定位を望むものと思っていた。その覚悟もしていた。なぜ発作に数多の勧誘が望んだこの座を。好みの栄達など望むところにはあらず、我が戦いは天下に新たな道をなすため。その道は天下にあまねく広がり、長きにわたり万民を導きましょう。我が魂は肉体が滅びた後もその道と共に生き続けるのです。新たな道とは考えも及ばぬ。やはりそなたは恐ろしい男よ。後者の利を奪われていてはこちらが不利。劉備から総騎団を取り戻すのだ。わしが相手だ。その首もらい受けるぞ。敵将を討ち取ったり。ソーサーな将兵や、俺の部の推移を見ろや。敵将を討ち取ったり。すげえな、曹操様。おいらももっともっと頑張らなきゃな。いやあ、じいさん、やめようぜ。短い追い先をさらに短くすることはねえよ。わかぞ、貴様で軽く口を叩き寄るか。わしより自分の命を失敗せい。わしが相手だ。その首もらい受けるぞ。勝利打ち取ったり。必ず様を倒す。敵将を討ち取ったり。やりますな。我が陣営も勢が上がりましょう。我らの治癒の前に敵はありますまい。
一緒に進軍いたしましょう。敵将討ち取ったり、敵将討ち取ったり。お主のような猛者に倒されるか。わしゃ、かまぼるよ。敵将討ち取ったり。伝令、敵の増援が接近中。我々も奮起するぞ。こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。いやー、さすがですな。よし、こりゃ俺ももっと働かねえと。あんな上等なことって敵にはもったいねえ。ぶっ潰す。なんで俺らでいただきよう。制圧した。よし、早期でも奪還できたか。これで憂いなく直の撃退に専念できよう。敵将討ち取ったり。劉備を叩き、直を漢中から退け。な、天刀山を目指して進め。敵将討ち取ったり。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。私の新参者、あなたは無力です。互いの道、譲れぬものも。いざ勝負だ。勝負よ。敵将討ち取ったり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 。この撤退は筋書き通りです。敵将討ち取ったり。敵将討ち取ったり。そう死ぬ。参る。我らで漢中を制す。敵の王となさず。射せろ。我が陣営も勢が上がりましょう。この拠点はわしが制圧した。私はお前にだけは屈するわけにはいかぬ。敵将討ち取ったり。これで劉備の軍は漢中から引き上げよう。この戦我が軍の勝利だ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。劉備めやすやすとは崩しきれんか。
士官、一時艦中を預ける。わしは早急に損を片付けてこよう。承知した。だが父よ、寝なしぐさなど私だけで刈り取ろう。侮るな士官、やつは寝なしぐさなどではない。民の心に根を張り、どこまでも生い茂る雑草のごとき男よ。ほう、しかし艦中王とは狡猾な。艦中を制されれば天下の民心が奴に傾く。それは何としても阻まねばならん。任せたぞ。